どうもお疲れ様です。自動車税をね、無料にする方法があるって聞いたんで、ノクさんの動画見てみましたよ。ノクさんの動画を見ると、確かにその方法だったら自動車税ゼロになるじゃないかと思うんですけども、さすがに私はそれをね、やるわけにいかないなと思いますね。だからその状況のなせる技ってことなんですよね。災い転じて福となすと言いますか、なんと言いますかね、だから意識的にその状況に自分を持っていこうとはなかなかしないかなというところで、今回も3枚合わせてね、30万近くの自動車税が私のところには舞い込んでくるということでございますけども、なんか毎月毎月なんだか知んないけど、自分のせいじゃないんですけどね、自分のせいかでも支払いは常につきまといますね。なんかね、なんでしょうね、これどうやって払うんですかね、こんな不思議ですよね。ということでね、黙っておいても金を払う機会ってのはいくらでも来るということでね、できれば払いたくないんだけども、でも払わざるを得ないものがたくさんあると。その最たるものが税金ということでね、いや税金はね、債務免除ですか、ああいうのがないですからね、もうどこまでも追っかけてきますんで、免責にならないんできついですよね。まあ自民党の先生方は何が先生か分かりませんけども、裏金でね、全く追及もされずに、税務調査も入らずに、羨ましい限りなんで、俺も自民党に入ろうかなと思うわけなんですけども、向こうがね、来てくれんなっていうことになると思います。まあ自民党散々、叩いてるわけですからね、これは無理だろうと思いますけども。いやでもね、ここでね、ちょっとね、交換カードを出したいなと。自民党に入れてくるんだったら、叩くの一切やめますとかね。そんなね、急に寝返るみたいなことがあるかもしれないですね。いやでもね、税金ね、この自動車税、これを覚悟して、まあ複数台持っている身としては、まあ辛いけど、払っていくしかないなっていうか、これは払えるだろうみたいなところがあるんですけども、でもやっぱり金額すごいですよ、これ。こうやって見たら。まず10万1200円、6万6700円、8万7900円。この3連発来るわけですから。まあね、車のローンがあるわけじゃないんで、家のローンもないですしね、払えなくはないんですけども、まあこれ払わなくて済むんだったら本当ラッキーですよね。25万くらいですか、全部で。25万。ね、ただ車を持っていて、車を持ってるってことは社会貢献してるわけですよ。事故もなくね。保険料も莫大払って。保険代もすごい払いですよ、3台分とかになってくると。びっくりしますよね。だからね、なんかただ車を持ってるってだけで、毎月毎月30万くらい払ってみたいな感じですよね。何なんでしょうか、この暮らしは。まあでも、ノクさん、自動車税ゼロにする方法の動画、見ちゃいましたよ、本当にね。なるほどなと思ったばかりでございます。今、この時期にあの動画をあのタイトルで出すのは、でも、すごくタイムリーでいいですね。もう私もついつい見ちゃったというかね、まあ、ノクさんの動画結構見てるんですけども、もう 100% 私も見ますね、あのタイトルがついていたら。ということで、今回、こんなヨタ話になってしまいましたけども、皆さんも、自動車税、ね、支払い遅れなく払っちゃってください。私はお金がない頃はね、支払いをずっと督促を何回も繰り返して、結局、車検ギリギリの時に払っていたみたいなね、まあそんな、常習犯でございました。県庁の方にね、払いに行ったこともありますね。麻雀店の、こう、現場を抜け出してね、レジのお金、こう、ぐっと掴んで、はいとか言ってからね、県庁に払いに行ったこともありますけども。まあなんせね、当時もセルショーだったんですけども、その1日の売り上げよりもその自動車税の方が高いというね、そういう現象でございましたんで、もうレジのお金じゃ足りないっていうんでね、もうその時はね、2、3人ちょっと飛ばして、麻雀でね、飛ばすって言うんですけどもお客さんからね、5000とか1万円ちょっと それぞれもらって、それで合わせて払いに行ったみたいなことがありますんで、やっぱ芸を身を助くっていうんですか、なんか3万欲しいなと思ったら3万円分勝てばいいっていう状況でしたんでまあ本当になんかあんなことが許されて本当に良かったなと思いますけども、なんかで特技を持つといいですね。なんか勝とうと思ったら勝つ、3万欲しいと思ったら3万勝てる、もうこれはちょっとラッキーだったと思いますね。まあもうやることはないと思いますけども、いってらっしゃい。